こんにちは、インリビングです。今日は私のおすすめの掃除アイテム、これさえあれば大丈夫というものを10個紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちら。これは次亜塩素酸水です。これは次亜塩素酸については調べてみてほしいんですけど、私はこれを除菌、抗菌、消臭、もう何にでも使っています。もともとは博士のケージ、リクガメの博士のケージを掃除しようと思って爬虫類用のスプレーを買おうとしてたんですけど、それの中身を見てみたら次亜塩素酸水だったんですね。じゃあその爬虫類用に作られているものを買うんじゃなくて、自分で次亜塩素酸水を買ってそれを希釈してスプレーにしようと思ったという感じです。私は本当にこの次亜塩素酸水のスプレーを使うようになってから、こういろいろなものを使わなくてよくなった。布用のスプレーはこれ、カメ用のスプレーはこれ、キッチン用のスプレーはこれみたいな、そういうバラバラに使っていたものが全部これ1本で済むようになったので、本当に掃除が楽になりました。シンクの油汚れとか机の上とか、もうあらゆる汚れをこれをかけて拭いて見ているんですけど、大体のものは落ちるのですごく便利です。私は割とかぶれやすい体質なんですけど、これはアルコールも入っていないし、何かすごく強いものが入っているわけでもないので、自分的には安心して使えるので本当におすすめです。これが 500ppm なので、だいたい200から 50ppm に希釈して使うことが多いです。次、2つ目はこちら。これは重曹です。重曹も便利ですよね。私はこういういろいろな用途に使えるものが好きなんだと思います。私が一番よく使うのはお鍋の焦げ付きを取るのと、土鍋の匂いを取ること、あとはリクガメの博士のケージの掃除に使うことが多いです。重曹掃除で検索したら本当にいろいろな使い方が出てくるので、重曹はあって損はないと思います。そして重曹といえばこちら、次はクエン酸です。重曹とクエン酸はもうセットみたいなものですよね。このクエン酸も本当に使い勝手がいいです。私が一番よく使い方は、お風呂の浴槽に空気清浄機のフィルターとかで、浴槽にあるものとかを全部入れてこのクエン酸を投入してつけ置きをするのが一番メインの使い方です。ここにもいろいろ書いてありますね。シンクや水回りのお掃除とか、この電気ポットの、中の汚れを取るのもすごく感動するのでおすすめです。あと空気清浄機のお手入れとか、黄ばみとか。これは食品グレードではないんですけど、他にも食品にも使えるようなグレードのものもあります。重曹とクエン酸は本当にいろいろな使い方があるので、どっちがどっちだったっけってなりやすいと思うんですけど、私は重曹は焦げ、クエン酸は水垢で覚えています。そして4つ目はこちら、カビキラーです。カビキラーって商品名ですかね。このカビ用のスプレーです。これはもう説明も特にないぐらいなんですけど、カビを見つけたらこれをかける、それだけです。カビはいろいろなやり方でお掃除してみたんですけど、結局トイレとかお風呂とかその他もろもろカビが出てきた場所にはカビキラーをかけるのが一
一番手っ取り早く綺麗になります。次はこちら。これはキッチンハイターです。ハイターはですね、私はコップとか布巾の付け置きで使うことが多いです。これもいろいろな用途があります。除菌、漂白、消臭で、布巾とかまな板、食器、マグカップ、お弁当箱、タンブラーとか冷蔵庫の中も拭けますね。これは今現役のキッチンハイターなんですけど、現役は使えなくても泡の方は使える素材とかもあるので、余裕があれば泡と現役両方揃えておくと使いやすいかなと思います。コップの曇りを取ったりとか、まな板の黄ばみを取ったりとか、割とこまめに使っています。6つ目はこちら。これはパストリーゼというアルコールスプレーです。これはアルコールスプレーなんですけど、ここに書いてあるようにドーバー酒造株式会社、お酒を作っている会社が作っているものなんですね。すごく純度が高いので、食品にもスプレーできるという、口に入れても安全な、例えばお弁当箱にシュッとしてからお弁当を詰めたりとか、中持ちさせたいものにシュッてしておいたりとか、冷蔵庫の中を除菌するのに使ったりとか、そういう風に使っています。アルコール度数 77% で、除菌、防カビ、防臭、保湿に効果があるとのことです。キッチン周りの中でも口に触れる可能性があるものはこれがいいかなと思います。次、7つ目はこちら。これはクイックルワイパーです。クイックルワイパーはとりあえず1本持っておいた方がいいと思います。掃除機があればいいじゃんと思うかもしれないんですけど、クイックルワイパーはウェットシートをつければ水拭きもできるので、ちょっと掃除したい時とか水拭きしたい時にすごく便利です。ちなみに私のおすすめのシートはこれです。ウェーブのウェーブの抗菌 EX ファイバー超毛束ドライシートです。これは本当におすすめです。毛束毛並み毛足が長くてふわふわで、本当に髪の毛とかほこりとか砂っぽいものとか何でも取れます。ふわふわお気に入りです。このクイックルワイパーの仲間だと思うんですけど、ハンディワイパーを最近買って、これもすごく感動しました。これは例えばパソコンのキーボードとか、あと冷蔵庫、洗濯機の下のあの隙間とか、あとオーブンとかレンジの下のところの隙間とかにすごく細かいホコリがたまるじゃないですか。でもあれってどうやっても綺麗に掃除できなくて、雑巾で拭くとホコリがこうダマダマになって汚らしくなるし、何かいい方法はないかなと思っていたんですけど、これを買ったらその悩みがもう一瞬で解決しました。これすごく便利です。トイレの蓋の上のホコリとかもうスルスルって取ります。気になっていたけど面倒で放置していたところのホコリが取れます。まあ、でもこのハンディワイパーとクイックルワイパーどっちを買うか、どっちの方が重要かって言われたら、クイックルワイパーの方が断然使えます。
次8つ目はこちら。これは激落ちくんのキューブです。いやこの激落ちくんもすごいですよね。これは洗剤いらずで水を含ませて個数だけで汚れが落ちるという魔法のようなものです。一番使うのはやっぱりシンクとかお手洗いとかの蛇口の水垢を取ることですね。あとはここをこすりたいけどスポンジ、いい感じのスポンジがないなという時も大体これを使えばなんとかなります。あとはこの汚れどうやって落とすんだろうってわからない時、まあ、とりあえずこれでこすってみて落ちるかどうか確認しています。ただどんな素材でも大丈夫なわけじゃなくて、こすったら剥げてしまうものとかもあるので、それは注意した方がいいかなと思います。もうすごくコスパもいいので買っておいて損はないと思います。で水をつけて使っているとどんどん小さくなるんですよそれがちょっと生き物みたいで可愛いです。次9個目はこちら。これはマキタの掃除機です。これはもう最近確かアマゾンのおすすめベスト10かな、でも紹介したものなので詳しくはそちらを見てくださいという感じなんですけど、これは本当に使いやすいです。私が一人暮らしを始めた当初、この掃除機の存在を知っていたら絶対にこれを買っていたと思います。今掃除機を買いたいけど迷っているとか、一人暮らしに掃除機は必要なのかなと思っている方がいたらこの掃除機をおすすめします。私だけかもしれないですけど、割と物をよくこぼすので、例えば小麦粉とかすりごまとかお米とか、そういうものをこぼしてしまった時、こぼしてしまってこれはもう食べれないなというような隙間に入ってしまった時は、もともとクイックルワイパーだけで生活してたので、一生懸命クイックルワイパーで取ろうとするんですよね。でもクイックルワイパーってそういう小さい粉にはすごく弱くて全然取れないんですよ。だからちょっとなら取れるんですけど、たくさんある時は本当に取れなくて、なのでそういう時に掃除機があるとやっぱり掃除機は吸引力があるので簡単に掃除ができます。そして最後10個目は今ないんですけど歯ブラシです。これは使い古したものでも、その安い歯ブラシでも、ホテルのアメニティでもらった歯ブラシでも何でもいいんですけど、歯ブラシは取っておく。歯ブラシは1本あるとすごく使えると思います。細かく掃除をしようと思うと溝をどうやって掃除するかという壁に突き当たるんですね。そういう時に歯ブラシが大活躍するんですよ。もともと歯の隙間を掃除するように作られているので、すごく細かい隙間も磨けるんですね。私はキッチンのシンクに1本と、肉亀の博士用に1本と、浴槽に1本置いてあります。それは使い捨てではなくて繰り返し使うので、可愛い歯ブラシを使っています。そんな感じです。この10個があればとりあえず家全体の掃除ができるんじゃないかなと思います。あとはまあ拭くためのタオルとか、まあ、なくてもティッシュでとりあえず代用して、
いけると思うので、はい、これから一人暮らしをする方とか、掃除が大嫌いで何もやっていないという方とかいましたら、ぜひ参考にしてみてください。ということで、年末のお掃除も頑張りましょう。それでは。